こんにちは、マースケチャンネルスイです、今日はですね、車の方から今井美樹さんの昔の曲のなんか新しいアレンジということで、歌が流れて、もともとね、昔からその今井美樹さん好きだったものですから懐かしいなと思って動画にしてみました。でね、まあ、今井美樹さんにハマったきっかけは、まあ、アラフィフの俺にしてみればそんなに昔にもね感じられないんですけれども、1988年の、8月に TBS で、やっていた藤井フミヤさんと今井美樹さん主演のドラマ、意外とシングルガールっていうのを見てさらにね、ハマったんだと思います。その頃はですね、トンネルズさんのね、皆さんのおかげですにもね、ダンスのところにねこう出てきたりしてね、こう一番その今井美樹さんがねこうおしゃれでねということでトレンド入りしてた、まあ、時代でした。でね、その今お話ししました意外とシングルガールの曲なんですけれども、これ、上からの4番目のところにね、彼女とティップオンデュオっていうね、曲がありました。その曲が俺初めて買った今井美樹さんのシングル曲だったんですけれども、そういうのカップリング曲がここにあります。キスより吐息よりっていうのがその意外とシングルガールの挿入歌で、それでハマったきっかけとなったわけです。そのね、ドラマの、主題歌はユーミンだったみたいです。俺もねだいぶ昔だったので忘れてしまったので、今ネットでね、調べてみたんですけれども、でたったね6話しかやらなかったので、俺もそんなに、記憶にね残ってないんですけど、唯一記憶が残ってるのはフミヤさんと今井美樹さんで、まあ、もちろんそのドラマの中でですよ、当時はねステータスとされたスポーツジム行って、何かスポーツテニスだったかなんだかやったりとか、プールだったかね、もうすごいうろ覚えなんですけども、そういったところこう行っているシーン、それだけなんか覚えてる、っていう感じですね。それとあと今井美樹さんの曲で好きなのがそのね、次のこの野生の風っていうのは俺のね動画の方でもお話ししてますけども、好きな映画監督大林監督がメガホンを取った、映画漂流教室の実写版の曲だったのがこの野生の風だったわけです。これもねちゃんとお絵描きの学校行ってる時にちょうどやったので映画見に行きました。ですね、はい、で次のところに、移りたいと思います。ほら中古で買ったのでね、こういったシールが貼ってあるわけです。これは中古じゃなくて新品で買ったような記憶がありますね。これはちょっとどんな曲だったのか聞かないともすっかりね昔なので忘れてしまいました。自分ね雑に飛ばしてますけどね、そんなに時間かけないので、はい、でこの曲このタイトルが今井美樹さんのフィエスタって曲、これがですねアルバムで一番最初にね買った、これも新品でね、買った記憶があるんですけど、これがもうさらにねこうさらにじゃない今井美樹さんのハマったきっかけの一つと、先ほどの彼女とチップオンデュオを買った後はいいなと、いや今井美樹いいなと思って、アルバム当時ね買ったような記憶がありまして、これ何がいいかというと、その透き通るようなその歌声で、ここに書いてあります、They long to be close to you って、これカーペンターズのね、歌とか、それから、ここに入ってます、このラビングユーとかね、もう、いろんなね、いい歌がこう、いっぱい入ってたわけですよ。これはですね、もうね、亡くなってしまいましたけど、当時の親父の車でね、CD をねこうかけてもらって聴いてた記憶があります。
それから前回の動画でちょっとお話ししましたけど、必ずと言っていいほど当時の歌手はですね、アルバムの中にこの一人でクリスマスって書いてありますけども、クリスマス曲を入れるとまあおしゃれだということでね、あと売れるっていうことでね、シングルでもいろんな歌手がシングルのね、クリスマス曲時期になると曲をこう出してた時代でもありましたということで、このアルバムにもこうクリスマス曲が入ってたというわけです。はい、ということでね、今回はまあ短いんですけれども、俺の今でも好きなその歌手、それからまあ女優さんでもある今井美樹さんについてお話しさせていただきました。あとはですね、今井美樹さんのまあイメージといえばこう脱ぎっぷりがいいというか、当時ですよ、今平成じゃないや令和の時代にはね、さらにね脱ぎっぷりで人も中にいますけれども、この頃はですね、もうガンガンこうテレビに出てる人が服を脱ぐなんてのはね、それこそなかなか珍しい時代でもありまして、いやテレビではねセクシー女優の人がもうガンガン脱いでて出てたわけですけれども、歌手とか女優さんでなかなかね、っていうのはいなくて、当時のね映画でもね今井美樹さんは抜いてるし、あとミュージックビデオのそのイメージビデオでも、まあ、背中側からのこのバックショットですけれども、服を脱いだりっていうのはねいうのが俺のビデオにね残っているのでね、そういったことでまあ、どこどうしてもこの今井美樹さんね好きになったきっかけであります。はい、というわけでまたね音楽にのことについてはいいネタがありましたらね、動画にしたいと思います。ということで、今回はこの辺で終わりにしたいと思います。よろしかったら、チャンネル登録、もしくは、グッドボタンをよろしくお願いいたします。以上、マースケチャンネル3でした。ご視聴ありがとうございました。